だがその心配は当分ねえはずだ。俺には物理攻撃しか効かんと言ったはずだ。逆を言えばチャクラさえ回復させれば。なぜ敵は準備を瞬時にするのに必要な生贄を持ってねえか。カーマだ。やつはカーマによる術の吸収をやろうとしない。吸収することで課題を助けるには他に選択肢がねえだ。考えてる時間もねえ。もう全力で答えよう。俺を止められるのは唯一地図を書き直す範囲が狭くて、す奴の懐に飛び込み浮かせる大人がいるか。そんなことより至近距離からカトンを食らわせる。カーマで吸収するしかないほど近くからな。